どうも皆さん、おはこんばんは、ベンベンです。というわけで今回はシーヤのプレイ映像が YouTube 上で公開されました。そちらの動画を見ていくと、運営の公式発表のシーヤのアビリティの能力にプラスして2つほどまだ公表されてない能力が見つかったので、そちらの方のご紹介をしていきたいなと思っております。では早速やっていきましょう。まずシーズン10で新しく登場するレジェンドのシーヤ、こちらの公式発表されている能力をまとめていくと、まずパッシブがリコンとハートシーカーというものがあります。リコンは調査ビーコンのスキャンですね。パスファインダーとかと同じ能力が使えます。そしてもう一個ハートシーカー、これがシーヤ特有のものになり、 ADS の間近くにいる敵の心音を聞くことができ、位置を特定するのに役立つというものになっております。まあここはプレイ映像を見た限りでも公式の発表通りな感じでした。そして2つ目、戦術、こちらが公式発表とかなり違うことがありました。まず公式発表、フォーカスオブアテンションということで、複数のミニドローンを放ち、前方にいる敵の位置と HP を味方全員に8秒間知らせます。また回復の使用と蘇生を中断させ、敵のアビリティを無効化しスロー効果を与えるというものでした。はい、この戦術に関してかなりまだまだ紹介されてない能力があったので、まずはこちらの映像をご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。じゃあまず確認していきます。前方にいる敵の位置と HP を味方全員に8秒間知らせる、これもありますね。そして回復アイテムの使用と蘇生を中断させる。そして最後、敵のアビリティを無効化しスロー効果を与える。これも、スローにはなってますね。ただこれにプラスして、この映像の中では10ダメージ敵が食らっていることと、このアビリティを受けた瞬間にフラッシュが焚かれていることがわかります。なのでこの戦術アビリティ、フォーカスオーバーテンションは公式で発表されていた5つの能力に加えて、10ダメージとフラッシュ効果という2つが追加されることになります。はい、以上が今回のシーヤに関する公式発表には載ってない未知の能力のまとめでした。こんな感じでシーズン10情報いろいろ出しているので、もっと気になるよっていう方はぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは今回はベンベンがお送りしました。バイ。3, 2, 1.